女優の清原果耶、19、がヒロインを務める NHK 連続テレビ小説、おかえりモネ、月曜から土曜前8:00、土曜は1週間振り返り、は30日、第76話が放送された。以下、ネタバレ言う、朝ドラ通算104作目。清原とタッグを組んだ NHK、透明なゆりかご、やテレビ東京、昨日何食べた、などで知られる足立直子氏が手掛ける作品。朝ドラ脚本初挑戦となった。タイトルにある、モネ、は主人公、永浦モネ、モモネ、の愛称。1995年に宮城県気仙沼市に生まれ、森の町、登米で青春を送るヒロイン、モネが気象予報士の資格を取得し、上京。積み重ねた経験や身につけた技術を活かし、故郷の役に立ちたいと奮闘する姿を描く。第76話は、父、新次、浅野忠信が再び酒を飲んで暴れたことを知り、寮、永瀬廉は東京で行方不明に。朝になり、綾子、鈴木京香から電話があり、寮は新宿から高速バスに乗り、気仙沼に戻るという。モネは明日に、常松ゆりと相談し、バスターミナルに寮を迎えに行く、という展開。午前7時半、寮から、親方小栄から速攻帰る、と明日美の携帯電話にメッセージ。午前8時20分発のバスに乗る寮を捕まえようと、明日美は、みーちゃん、行こう、とみち、牧田あやみに声をかけるが、ごめんなさい。私、行かないです。前夜、姉との衝突を引きずっている。みち、両親が来てもらいたいのは、お姉ちゃんだから明日に、みーちゃんさ、そんなの、わかってるよ。こういう時、両親が本音言うのはモネだよ。昔っから、そうじゃん。何だろうね、そういう関係。ムカついた時期もあったけど。モネ、行ってきてよ。私とか行くとさ、りょうちん、逆に笑ってさっさとバス乗っちゃうかも。あいつはカッコつけるからね、私やみーちゃんには。りょうちん、バス乗せないで、モネ、絶対連れてくる。そこへ、延期になったデートのため、菅波、坂口健太郎がモネを迎えに潮見湯に現れる。坂口、おはようございます。あすみ、先生。もしかして連絡行ってないですか？みち、すいません。姉はいません。出かけました。昨日会いましたよね？ここで？地元の、島の、姉はあの人のところに行きました。わかりませんでした。何か、空気感じませんでした。あの二人は昔から通じ合って、アスミ、ミーちゃん、ミチの感情が再び爆発。その語気の強さに、菅波の表情は固まった。そしてモネは喫茶店を訪れ、寮と再会。モネから自分が好きなオムライスとメロンソーダを勧められ、寮に笑顔が戻った。こじれにこじれたモネ、りょう、菅波、みちの、四角関係、SNS 上には、すーちゃんの健やかな強さ。本当にいい子、すーちゃん、めちゃくちゃ大人だよ。全部わかった上であんなに明るく振る舞ってたんだが、いつもおちゃらけたり、騒がしく楽しいの大好きなすーちゃんが、少しの寂しさと共に一人で行ってとモネの背中を押す。ずっと、兄ちゃんと同じ思いを抱いていたんだね。あの場にスーちゃんが残ってくれてよかった。スーちゃんが兄ちゃんを止めてくれてよかった。それにしても、スーちゃんがいい子すぎて涙。昔から両親が唯一弱さを見せるのはモネ。多分、両親がモネを好きだって分かっててもそばにいたくて、元気で明るいスーちゃんを演じてたんだと思うと胸が痛い。
兄ちゃんの気持ちが痛いほどよくわかるから塩見湯に残った、とアスミのファインプレーに続々と反響。兄ちゃんの闇落ちが止まらない、兄ちゃん、嫉妬の塊、兄ちゃん、わかるけど、閉じすぎて真っ黒な感情に飲み込まれとる、兄ちゃん、菅波先生にストレス全部ぶつけて、その言葉で自分のことも傷つけてる、兄ちゃんを笑顔にしてください。そして、りょうちんは今日も憂いを帯びた表情が絶対的イケメンだった、りょうちんのこと、よくわかってるね、モネ。オムライスとか、りょうちん、嬉しそう。泣くよ、こんなの、りょうちんが笑ってくれて、ほっとした。モネだけがりょうちんに安らぎをあげられるんだろうな、月曜朝から濃密すぎるドラマですわ、などの声が相次いだ。放送終了後、午前8時25分には、スーちゃんがツイッターのトレンド2位。兄ちゃんそれが31位に入る反響を呼んだ。